日本三重県滝群滝町滝滝は、三重県滝群滝町の大技。滝町の中心駅である、滝駅を要する地区である。滝駅滝町の北東部に位置する、地区の外形は五角形をしている。西から北にかけて友が東で、お特に、川田、南から西にかけて、東、池上、西池上と隣接する。滝駅前ということもあり、商業地、 住宅地として利用されている。水田も一部で見られる。現在の滝地区の発展の契機となったのは、1893年12月31日の三宮鉄道大川駅の開業である。それまでは、水田が一面に広がり人家は、まばらだったが、駅の開業により、商店が集まってくるようになった。1955年に独立した大技となる。 それ以前は川田地区の内の上、川田と呼ばれる地域であった。1959年の国鉄規制本線の大川口駅乗り入れを控え、同駅が滝町の中心駅となることが期待されたことから、1955年の滝町成立の際に滝と名付けられ、川田地区から分離した。2015年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移、国勢調査による世帯数の推移、公立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。このほか講師上に多岐町道が走っている。ありがとうございます。